ていうのは耐えるっていうことは必要でしょうね、はい、であとは自分たちがボールを持った時に少し持つ時間を増やすってことですね。こういう形ですね。そうですね。少しゲームを打ちたと。またハプニングです。スプリンクラーが誤作動で出ています。スプリンクラーからすると、まあ、芝生には水分が必要だという判断どうもあの中央ですね。中央ですね、あそこがいつも、ね、スプリンクラーが上がってきますけどね。ちょっとまさに水を刺されてる感じですね試合にね。さすがです。